なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあ今回もやってまいりました、戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネル。この前戦国チャーハンテレビのウィキペディアを見たんですけど、マゲガールのキャラクター名のペーママのところをクリックするとちゃんと黒田官兵衛さんのウィキにリンクしてたり、ニワーンのところをクリックすると丹羽長秀さんのウィキにリンクしていて驚きました。あれ、ジュンジュンが筒井純慶さんだって言われても番組知らない人には何のことやら一切わからないでしょうね。はい、そんなわけで今回お送りするコーナーは戦国武将がよく来るキャバクラじゃ。ここ東京には活躍の割に知名度が低い戦国武将がよく通うというキャバクラがあるんだとか。お待たせいたしました、南さんです。南です、よろしくお願いします。よろしく。え、どうもどうも、水割りでいいですか？水割りはかぶいてないな。モヒートある？ないです、じゃあカイピリーニャ。そういうのないんで水割りでいい？じゃあそれで。あ、ごめん。お客さんめっちゃイケメンですよね。よく言われる。認めちゃうタイプですね。まあ実際イケメンだし、戦国三大美少年にも選ばれてるんだ。そんな三大があるんだ。そうそう、日本人って三大って好きだよね。その三大美少年って誰と誰と誰？豊臣秀次さんの故障だった不破万作と石田三成さんに仕えてた浅香正次郎と俺。お客さんは名前なんて言うんですか？名古屋三三郎。名古屋さん？まあみんな大体三座とか三三郎って呼ぶけどね。じゃあ私は名古屋っちで。まあ何でもいいよ。本当？ちょっと待ってね。はい、じゃあ名古屋っち乾杯。はい、乾杯。はい、名古屋っちは出身はどちらですか？生まれ？今でいう名古屋あたりかな。名古屋出身の名古屋さん？そう。超すごい。そう？で、西葛西に住んでる西葛西さんみたいなことですよね。西葛西さん会ったことないけど。私も武士は何より自分の所領が命だから、所領の地名を自分の名字にすることって結構あったんだよ。この辺だと今の豊島区を拠点にしてた豊島市とか江戸市だっていたよ。お仕事は戦国武将ですか？そうそう、戦国武将兼インフルエンサーって感じかな。インフルエンサー？立ち居振る舞いやファッションセンス、すべてが粋でかぶいてて誰もが憧れる、真似したくなる存在。へえ。俺が着てるものとか扱ってる小物って大体大流行するんだよね。そうなの？こんな服着てる人見たことないけど。まあ俺と同じ格好したからって俺みたいにかっこよく着こなせるやつなんてそうそういないからさ。名古屋っちのその自分で言っちゃう感じ、私意外と好き。人にも言われるんだよ。センスの塊って言われたあの細川雄斎さんにもこんな和歌を読まれたことがあるんだ。何？賢くも身を変えてける薄衣も、錦に勝る墨染めの袖。すごない？全然意味が分からなかった。粗末な服でも俺が着てれば高級ブランド品みたいに見えるってことだよ。あ、ごめん、今日サイン NG ね。全然欲しいって言ってないけど。いや、俺が通ってるってなるとさ、フォロワーじゃんじゃん来ちゃって店が繁盛するからってみんなサイン欲しがるんだよね。あ、SNS に上げないんだったら写真を撮ってもいいよ。大丈夫。あ、そうそう、歌舞伎って知ってる？知ってる、歌舞伎超有名。その歌舞伎のルーツに俺が関わってるらしいんだよね。そうなの？歌舞伎のルーツは出雲の奥国っていう女性がやってた歌舞伎踊りなんだけど。歌舞伎踊り？あ、当時尖ってたやんちゃな若者は歌舞伎者って呼ばれてて、その歌舞伎者の生き様を歌やダンスやお芝居で表現したのが歌舞伎踊り。で、出雲の奥にがその歌舞伎踊りの中で俺の真似をしたらめちゃくちゃ人気出ちゃって、そこから歌舞伎っていう芸能が徐々に出来上がってったらしいんだよね。まあつまり男も女も真似したくなる憧れの存在、それが俺。名古屋っちは戦国武将でしょ、戦とかには行かなかった？そりゃ行ったさ。こう見えても名古屋三座一の槍って歌いはやされるほどの槍の達人なのよ。そうなんだ。そう、やっぱり戦国武将はさ、武芸にも秀でてないと尊敬されないから。白槍にもみ裏の具足で敵陣に乗り込んで颯爽と敵の首を跳ねる俺、ああ
みなみちゃんにも見てもらいたかったな。やだ、首跳ねるとか絶対見たくない、うん、名古屋っちは誰に仕えてたの？織田信長さん、豊臣秀吉さんの家臣だった蒲生氏郷さんが俺の主君、茶の湯は和歌にも通じた文化人で、部下からの人望も厚く戦にも強い。秀吉さんも一目置くぐらいの素晴らしい武将だったよ。そうなんだ。俺も氏郷さんに惚れ込んでたから、氏郷さんが亡くなった後は誰にも使える気がしなくてね、しばらく浪人やってたんだよ。ニートだ、うん、あ、それでその後妹が嫁いだ森忠政って人に仕えたらめちゃくちゃ気に入られちゃって、ほら俺茶の湯も赤も一流でしょ。それに所作も洗練されてるし、何よりこのルックスだからさ、強役にはもってこいなんだよ。強役？うん、お客さんをもてなす係、ボスみたいな。どっちかっていうと大企業の社長秘書ってとこかな。ああ、組織系ね。うん、で、うん、森忠政さんに可愛がってもらってたら、そういうのやっぱ疎ましく思うやつっているわけ。あいつはルックスだけで重要されてるとか、自分のかっこよさに鼻につけてるとか。うん、分からないでもない。特に井戸上門って野郎が、自分がブサイクだからって俺のことを何かと目の敵にするわけ。なんかその井戸さんのことを応援したい気持ち。で、井戸の野郎、はい、森忠政さんとも対立しだして、俺なんかあったらあいつのこと絶対ぶっ殺してやろうと思ってたのね。超物騒。そしたらタイミングよく因縁つけてきたから、ここぞとばかりに抜刀して切りかかったのよ。それでどうなったの？そしたらめちゃくちゃ強くて、逆に俺が切り殺されちゃったよね。死に方めっちゃダサいんだけど。え、そう？え、母性本能くすぐる死に方じゃないの？全然だよ。みなみさん、指名入りました。あ、ごめん、指名入っちゃった。お、名古屋っち、今度は指名してね。うんうん、うん、待ってるね。オッケー。ねねねねねね、あれあれ、戦国武将。そう、歌舞伎のルーツになった人だって。え、何それ、すごい人じゃん。でも聞いて、死に方超ダサいの。え、どういうこと？もうダサすぎて笑うよ。詳しくその話聞かせてください。すごい格好つけて。お会計こちらになります。ネットとか見る？見ますね。お店でも裏でずっと見てます。ネットにさ、俺と出雲の奥にが結婚してたって情報書いてあるけど、あれデマだから信用しないで。了解です。あ、そう。戦国三大美少年の一人、名古屋三三郎。はい、というわけで戦国武将がよく来るキャバクラを見てもらいました。日本三大美少年とも言われる名古屋三三郎さんが来店してましたけど、どうやってましたね。今回はそんな名古屋三三郎さんについてちょっとだけ解説したいと思います。三三郎さん、とにかくビジュアルがズバ抜けててみんなの推しだったみたいですね。ただイケメンにもワイルド系とか爽やか系とかいろいろ系統があるじゃないですか。三三郎さんは何系だったかというと、蒲生氏郷さんが初めて三三郎さんに会った時、少女だと勘違いしちゃって自分の嫁にするために身元を調べさせたそうなんですよね。それを聞くと中性的イケメンだったんですかね。結局そのまま嫁じゃなくて氏郷さんの小姓として使えることになるわけなんですが、九州征伐や九戸正実の乱などで一番槍の功を立てたぐらい戦も強かったみたいですね。さらに茶の湯や和歌なんかにも見識が深かったっていうんですから、天は二物を与えずのはずなのに、たまにいる何物か与えられてるパターンのやつですねこれ。氏郷さんが死んじゃった後はしばらく浪人として過ごしていたそうなんですが、その後森忠政さんの家臣として仕えたそうです。森家でも妹二人が森家の重臣たちと結婚したため、そこそこいいポジションや発言権を与えられちゃったもんだから、重臣の一人だった井戸上門さんに目つけられちゃったらしいんですよね。たびたび上門さんとは口論もあったそうです。その後森家の新しい拠点となる城の建設場所について忠政さんと上門さんが対立してしまいます。結果忠政さんから上門殺してくんねと刀までもらっちゃった三三郎さんは、上門さんと居合わせた際口論の末切りかかるも逆に返り討ちにあって殺されてしまったんだとか。でもその直後他の森家家臣に取り囲まれて上門さんも討ち取られてしまったそうです。はい、というわけで最後に一句。切りかかる前に口論しちゃダメよ。
一応暗殺的な予定だったと思うんで、切りかかるならいきなり行かないとダメですよね。しかも上門さん相当強かったらしいですから。ただ三三郎さんと違って、ビジュアルの方があんまり、ていうかブサイクだったそうです。そこら辺も合わなかったんでしょうね。はい、本日はここまで。最後まで見ていただきありがたき幸せ。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方お願いします。チャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。以上、金塚くん